イマナス -100。イ -100 は、アメリカ合衆国のノースアメリカン社で開発された、世界初の実用超音速戦闘機である。愛称は、スーパーセーバー。非公式には、形式番号の100にちなんでファンとも呼ばれた。アメリカ空軍で1954年から1982年まで、使われた、世界初の実用超音速ジェット戦闘機である。 相性からもわかるように回マイナス86セーバーに続く制空戦闘機として開発されたが実際の運用面においては戦闘爆撃機としての運用が多い機体であった。回マイナス86の後継となる超音速戦闘機の開発は1949年2月に開始された。開発当初は主翼抗体核が回マイナス86の35度から45度に 変更されることから、セーバー45という名称だった。空軍は、さらなる改良を求めたため、ノースアメリカン社は、新設計の名 -180 案を提案し、これが採用された。1951年11月に、アメリカ空軍とノースアメリカン社との間で、試作機 UF-100A2 機と量産機 -100A203 機を製造する契約が結ばれた。 最初の試作機 UF-100A は1953年5月25日に XJ57P-7 ターボジェットエンジンを搭載して初飛行し水平飛行で音速を突破した。同年10月29日には速度の世界記録時速 1215km を作った。なお、当初搭載エンジンには J40 も候補に上がっていたが、このエンジンは失敗作で採用した。 同時代の機体はすべて開発遅延ないし開発止めに追い込まれており、J57 を選定したことは本機にとって幸運であった。ただし、最初の超音速戦闘機ゆえの限界もあり、水平飛行での音速突破は、機外搭載物のないクリーン状態時に限られ、わずかでも、機外搭載物があると水平飛行での音速突破は、不可能であった。 そのためかい -101 など、この後登場した多くのアメリカ戦闘機は、空対空ミサイルの機内搭載方式を採用しているが、一時期のことで終わり、その後に登場する多くの戦闘機は、機外搭載物があっても、音速突破が可能になった。機種にインテークを持ち、やや高めの低翼配置となった主翼は、水平尾翼よりも若干上の位置に配置されている。この配置により、 t g b 翼を採用した回 -101 や回 -104 で問題となったピッチアップのうな悪壁がなく、後年の戦闘機設計の範となった。固定武装として、機種下面に 20mm 機関砲4門を装備。空中給油能力は当初保持していなかったが、回 -100c からは受け油プローブが増設された。改良によって、対地攻撃能力が強化されていき、 決定版となった解 -100D は、アビオニクスの更新などにより、本格的な戦闘爆撃機に仕上がった。この F-100D の改良型である解 -100E は計画のみに終わり、最終型となったのは、複雑練習機型解 -100 回であった。構造材として、従来のアルミニウム合金よりも多くの面で、優れている、チタニウム合金を採用したのも、 本機の特色である。1953年から54年にかけてのアメリカ合衆国のチタン生産量の80%が本機に割れたという。ノースアメリカン社では発展型の海 -107A も試作されたが、こちらは採用には至らなかった。海 -100 は出現当初は初の超音速戦闘機上に従来機に比べ効果で複雑な機体であり、 さらに続く超音速戦闘機が続々と登場したため沈黙化が早く採用国は多くない。アメリカ合衆国以外ではトルコ、フランス、デンマーク、中華民国、台湾で使用されたのみだった。初期型には原因不明の空中分解事故が相次ぎ、1954年10月12日には、 ノースアメリカン社チーフティストパイロットのジョージ・ウェルジによる急降下試験中に空中分解し墜落、ウェルジは死亡した。原因はピッチと用の合成力が微翼の許容範囲を超えて起こるロールカップリング現象で高速で急降下中に急激な引き起こしを行うと機種が右に振られ操縦不能に陥ってしまうのである。改善のためアメリカ空軍は 同年11月から翌年2月まで飛行停止措置を行い、垂直尾翼面積の27%拡大や主翼の延長などの改修を行った。しかしその後も事故は発生し続け、ベトナム戦争でも多くの機体が目標攻撃後の引き起こし動機に事故で失われた。1967年10月21日にはテキサス州ローリン空軍基地でメリル・エー・マック・ピーク大が サンダーバーズの一員として飛行していた際、6.5G の引き起こし中に主翼が上に折れ曲がり、機体構造の中心部分である中央翼ボックスが破損して燃料漏れと火災を引き起こし墜落。マックピーク隊員は緊急脱出するという事故が発生した。これにより、サンダーバーズ機は飛行停止となり、作戦部隊でも軌道を法 g 以下に制限する処置が取られた。 残骸を調査した結果、主硬着装置の取り付け位置内側にある、ボルト穴から40本ほどの疲労亀裂が発見されたため、暫定的な処置として、ボルト穴に沿って細長い金属片を付加するという、応急処置が割れた後、収翼ボックスを再設計し作り直すという対策が、巨額を投じて、アメリカ空軍の保有機前期に適用された。アメリカ空軍では、 運用期間中合わせて889機の海 -100 が事故で失われており、391名が死亡している。1959年6月30日には、米軍占領下にあった沖縄県で海 -100D が墜落し、小学生11名を含む17名が死亡、重軽傷者270名を出す惨事となっている宮森小学校米軍機墜落事故。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。